スタニスワ・フミコワイチ区スタニスワ・フミコワイチ区は、ポーランドの政治家、ポーランド亡命政府の内相及び首相、ポーランド農民党党首などを務めた。1931年から1939年まで、農民党左派の最高評議会メンバー、1930年から1935年まで、政務議員を務めた。1939年9月、ナチスドイツが、 ポーランド侵略を開始すると、ロンドンに亡命、亡命政府の内相となった。1943年7月に亡命政府首相のブワディスワ・フシコルスキが死亡したため、後を継いで1944年11月まで亡命政府首相を務めた。解放後の1945年6月、ポーランドに帰国、ポーランド国民解放委員会と亡命政府の一部政治家によって発足した。 巨国一致臨時政府に副首相兼農業、農地改革省として入閣した。臨時政府内部において、ソ連軍の後押しを受けて、勢力を拡大していたポーランド労働者党に対抗して、同年8月に農民党を再建、党首として共産主義勢力に対抗した。しかし、1947年に入ると、 ソ連軍と労働者等による農民党への弾圧が強化され、ミコワイ地区自身の身にも危険が及んできたため、同年10月17日までに亡命を決意。同月20日夜、イギリス大使館とアメリカ大使館の手引きでワルシャーを脱出し、翌21日午前にカイロでロンドンへと向かった。1966年、アメリカ合衆国の首都ワシントンで隠しした。 ありがとうございます。